この差は特にひどかったの、うん、こんな状態になっちゃった。状況では7メーターぐらい積もったんじゃないかと思います。雪崩の発生が影響したんじゃないかというふうに思います。33、3、4枚くらいが割れてました、ね、営業がどうなるかわからないのであまり手をかけれないという状態で、普通に見積もればやっぱり1000万近くはなるんじゃないかなという気がします。1年でその修復したから収まるというような状況じゃないと思うんで、現状今の段階ではね、多少の修復はしますけども、大々的な修復というわけにはいかないと思います。通常例年ですと5月の中旬から11月の上旬までの営業となっております。去年の売上自体は前年比の5割くらいの売上になります。 GoTo が始まってからの9月10月くらいは、まあ、通常8割くらいまで戻りましたけども、それ以外はほとんど、まあ、やってないような感じでの営業になりましたので、6月7月8月時点もう予約が、まあ、ほとんど入ってないという状況に今なってます。露天風呂、お風呂が温泉がメインですので、それをとにかく復旧させたいというところで、とりあえず5月末からということになっています。温泉だけは必ず守りたいと思っておりますので、まあぜひ来ていただければと思います。